の照れ隠し。皆さんこんばんは、河野日和です。河野日和の照れ隠し、この番組は私河野日和が思わず照れてしまうくらいに素直な気持ちで皆さんとお話をしていくひとときです。4月になったな、新年度ですけど、 How are you? どうでしょうか、皆さん元気にお過ごしでしょうか。河野さんは春をとても感じているところであります。なんて言ったってポカポカだからね、とってもいいね。今年の春はね、もう例年以上にいい、うん、そう、とてもね過ごしやすい、本当にもうびっくりしちゃった。なんかこう22年間の中で一番いいまでありますね。ちょっとさ、聞いてくださいよ私も本当に聞いてほしい話があって、ちょ、用意してきたんです。皆さんこれを見てください。これについての話をしたいんですよ。片付けね。ああ、そう、ちょっとこれに皆さん、あの振り仮名を振ってみてください。振り仮名をね。私さ、本当にさ、びっくりしちゃったんだこの間。私ちょっとこれに振り仮名振りますね。私ね、こうなの。見えますか？ちょっと細かく書いちゃったんですけど、これさ、本当にびっくりした。片付けなんだね。みんな言える？片付けって。私は言えなくて、お片付けってなんか本当に、なんかそうで、しかもなんかてっきり方言だと思ってたんですよ。なんかじゃあ、あの片じゃなくて片ってなっちゃうの、なんかこうのけだけらしい、本当にびっくりしちゃったなんか片付けしてって、なんかほらご飯だよ、片付けしてって言われて生きてきたから、なんか結構前に、あのなんか収録の時に片付けじゃないですかって言われて、リテイクを出しまくってしまったんですよ。どうしても言えなくてびっくりしちゃった。だからなんか、なんとかしてこう強制していきたいですよ。片付けにお片付けに、お片付けにね、したいんですよ。で、覚えたやり方は酒茶漬けと同じだから、お片付けを言えるようになりたいです。お片付け、逆になんか片付け派の人がいたらコメントしてください。なんか勇気づけられるので、本当にね。これがちょっとなんか、あの春になったらしたい話でしたということで、番組を進めていきたいと思いますよ。皆さんも穏やかな春をお過ごしください。この番組のハッシュタグですが、すべてひらがなで、ピオテレテレです。放送中もたくさんつぶえて楽しんでください。それでは早速始めていきましょう。今夜も最後までよろしくお願いします。河野日和の照れ隠し。この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。なにしてるで、番組始まっちまうよ。各こっち講師、河野日和の照れ隠し。改めまして、河野日和です。兄弟姉妹ニュースぽくない？なんかぽいだろう。皆さんからいただいた兄弟姉妹ニュースを紹介していきますよろしくお願いします。ありがとうございます。ゼロ、ペンネームみのるさんからいただきました。ありがとうございます。先日僕の兄に子供が生まれていました。なんかそういう言い方なんだ。僕としてはおじさんの称号を獲得してしまい、複雑な気持ちではありましたが、正直ものすごく可愛かったです。赤ちゃんは赤ちゃんであるだけで可愛いのでズルですね。僕の兄はプロレスラーのような大男で全然可愛くないので、どうか似ないでほしいと願うばかりです。あー俺は好きだ、この斜め具合いいね。赤ちゃん本当そうだよね。赤ちゃんだけで可愛いからズルだよね。でも君も赤ちゃんだったんよね。そうだよ、そんな時期があってね。兄のようなプロレスラーのような、いいな。なんかさ、良くない？プロレスラーのような大男ってとっても良くないですか？
私そういう赤ちゃんがいたら可愛いってなっちゃうすごいプロレスラーみたいな赤ちゃんだって言ってみたいですもんねそれはそれでなんかいいと思いますけどね。みのるさん、おじさんだね。おじさんおめでとうって言っといて、お兄さんに。ありがとうございます。ペンネーム片倉さんからいただきました。ありがとうございます。兄弟姉妹ニュース、ひよちゃんチャカポコチャカポコ。先日妹が婚約しました。おめでとうございます。何かと手のかかる妹だったので感慨深いというか不思議な感じですね。おめでとう妹よ。そんなわけで肩の荷が下りたので僕は一人でのんびり生きていこうと思います。ビバ自由、現場からは以上です。なんか結婚式とかで泣いちゃう片倉さんはどうですか。あ、皆さんは泣いちゃいますか、結婚式。私友達の結婚式とかまだ出たことないんですけど、皆さんは友達の結婚式って泣きましたか。どうなんですか。あ、そうでもないですか。みんな結構首をかしげてる、なんかおめえみたいな感じなのかなどうなんだろうちょっとわかんないよ、わかんない。まだちょっと身の回りで友達結婚したことないから。そっか、肩の荷降りちゃったのか。もう一回背負うのもいいと思いますけどね。一回下ろした肩の荷をもう一回背負うかって言ってそういうのも良くないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ペンネームエンジカウヘイさんからいただきました。ありがとうございます。夜中妹にアイスが食べたいと言われ、しぶしぶ買いに行くことになり、何食べたいと聞いたら食い気味でハーゲンダッツと言われ、勢いが良かったのでこっちもテンションが上がってしまい、ルンルン気分で走ることになりました。妹ってなんであんなにねだるのがうまい生き物なんでしょうね。妹いるんですね。なんでなんですかね。なんかこう備わっ、なんかバフかかってる、こう生まれた時点でなんかこう産声とともになんかこうそういうバフがかかってきてるから、なんかこうわがまま言っても多少は許されるやろみたいな、こうちょっと舐めた目で兄を見てしまうというか、なんかちょっとね、なんかね、言っても妹可愛いでしょみたいな、なんかこう感じで接しちゃってますけどね。たまになんか本当になんかうざそうな目で見られたりします。すみません、全国のお兄さん、そういう生き物なんです妹って。ばお兄ちゃんのことが好きなんだから許して、それぐらい。ちょっとごめんねわがまま言っちゃうや。あー、そんな感じでもう結構兄弟姉妹ニュースが私的にもう採取し尽くしたかなっていうサンプル取り尽くしたかなっていう感じがあったので、次回からちょっとニュースを更新したいと思います。で、何のテーマにしようかなって思ったんですけど、やっぱ新年度始まると元気が欲しいじゃないですか。なんかちょっといいことを聞きたい。例えば夕食ハンバーグだったんですけど、チーズが乗ってました、ブイみたいな、あ、ちょっといいことだねみたいな、そういうなんか元気が出るようなニュースを紹介したいと思いますので、次回からのニューステーマは中吉ニュースにしたいと思います。こう中吉ぐらいの、なんかちょっとなんか大吉ってほどでもないけど、まあじゃあ小吉で、いやもうちょっといいことだよみたいな、程よい塩梅の中吉ニュースをご紹介したいと思いますので、皆さんぜひ、ニュースを送ってください。ってことで、ふつおたを紹介していきます。ありがとうございます。なんか春ったってばよ。ペンネーム新人さんからいただきました。ありがとうございます。ひよりさん、はじめまして。はじめまして。僕は最近ツイッターでひよりさんを知り、ツイッターからなんだ、河野ひよりの照れ隠しを知りました。前回初めて見ましたが、とても面白かったです。ファンの皆様のお便り、ひよりさんの発想、発言も面白く楽しんで見ることができました。チャンネル会員、ファンクラブにも入り、アーカイブも見てきました。今回からリアタイで参加します。どんなことが起こるのか楽しみに見てます。すごい、本当にこれは、本当にこれはなんかあれじゃなかったり、桜とかじゃないのかな、なんか春だしなんかちょっと一花咲かせるかみたいな、こうなんかスタッフさんのなんか心意気みたいななんか花咲かじいさんやでって言ってなんかちょっとなんか送ってくれたのじゃないかな、大丈夫かな。すごい、こんな風に私のことを応援してくれる人がここにも一輪咲いたわけですね。嬉しいや、一輪とか言っていけないとそんなそれくらいになっちゃう、ダメだダメだ、うん、嬉しい、ちっちゃう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 じゃないんですけどありがとうございます。嬉しい新人さん。じゃあ新人さんが求人さんになるまで、応援してもらえるように頑張りたいと思います本当に皆さんちょっとよかったら仲良くしましょう、よろしくお願いします。ありがとうございます。まだ、あ、そうですね、
ペンネーム翼さんからいただきました。ありがとうございます。ひよりさん、はじめまして。はじめまして。初メールしてしまいました。よく来たね。シャニマスのライブを見てからひよりさんのことが気になり始め、大丈夫かなそれってツイッターからこの番組にたどり着き、毎週お話を聞いているうちに魅力にはまり込んでしまいました。ひよりさんのファンになってから生活に楽しみが増え、たくさんの活力をいただいています。これからもひっそりと応援させていただければと思いますので、よろしくお願いします。やっぱツイッターってすごいんだ。ツイッターって宣伝効果あるんだ。ちゃんとなんかこう産業日記ぐらいの気持ちでつぶやいちゃうことあったけど、そっか、意外と世界に届くもんなんだな。なんかツイッターに感謝です。ありがとうございます。すごい。しかもシャニマスのライブを見てからってことで、なんか大丈夫かな。なんか結構あれじゃないですか、平気かな。なんかがっかりしてませんか。結構ちゃんとなんかほら、もうシャニのライブは本当私じゃないから、ステージ立ってるのやっぱ小宮赤ホイル前に出たらいけないと思ってやってるから、でもこっちもなんかもうオラオラオラみたいな、俺だがみたいな感じでやってるから、ちょっとなんかがっかりしないでください。よかったら、ありがとうございます。初メール、とても心のポカポカ、はい、ありがとうございます。ペンネーム新鮮麻婆豆腐さんからいただきました。へー、ありがとうございます。コールさん、チャカポコチャカポコ。先日いいことがあったので初めて投稿します。サンキュー。半年ほど前に行われた短歌のコンテストに応募したところ、なんと入賞することができました。審査員には歌人の俵真知さんと田中明義さんが参加されており、めちゃ嬉しかったです。これもこの番組のリスナーさんと河野さんによってポエム力を鍛え上げられたおかげです。ありがとうございます。わら。ちなみに河野さんは何かのコンテストで入賞したことはありますか？なかったら今の気持ちを短歌でお願いします。それでは。入賞した人から短歌をお願いされるっていうね。おめでとう。やっぱこうね、短歌の大会でそれだけすごい歌人の方にね、選んでもらえるっていうのはこう、さぞね、やっぱ誇らしいというか、もう全然羨ましいとかそういうのはないんですけど、なんか本当にいいね。まあ私もなんかこう、まあ賞に出してないだけで、賞に出したらなんかこうね入賞とかするかもしれない、才能を秘めてるかも、なんかまだ本気出してないだけみたいなとこあるしね。なんか実際本当になんかもう全然だから、こう短歌を言うのに自信がないとか、そんなうまく作れるなんかこう気がしないとかそういうのじゃなくて、なんか普通になんか響いてる、昨日の徹夜が本当に、今日はちょっと違うかも。短歌575777 悔しいな。なんで私が勝負をもらったことにならないんだよあ、最終的に文字数に収まってればいいんです、短歌って。別に リズミカルじゃなくてもいいんだもん。ないな、短歌の才能が。なんか田んぼが枯れてる、そこのなんか土壌が何も育たない、本当に干からびてるからさ、土、ただの、本当にごめんなさい。おめでとうございます。素敵な才能をめきめき育てていってください。ありがとうございます。まだ読みます。ペンネーム中野さんからいただきました。ありがとうございます。最近引っ越しのために部屋の掃除をしていたのですが、今となっては読まなくなったライトノベルが大量に出てきました。ただその大量に積まれたライトノベルを見ていると、自然と自分の青春の1ページは文字通り本の1ページ1ページだったのかと感じました。河野さんにとっての青春の1ページは何ですか？はぁ、ありがとうございます。すごい、ちょっと言ってやりたいな。あのひよたんにとっての青春の1ページは何ですかってだったのを、わざわざ作家さんがぐちゃぐちゃにして河野さんに直してる絶対に4月1日じゃないと出さないぞと意思を感じますね。そうなんだ。青春の1ページって何ですかね。青春って1ページじゃなきゃいけないんですかごめん、なんかちょっと着地点がないままジャンプしちゃった。ごめん地に足つけさせて、ごめんごめん、今のちょっとなかったことにさせて。何ですかね、私の青春の1ページって。なんだろう、今ですかね。今すごく青春をしています。やっぱり何かに打ち込んで一生懸命やれるっていうのは本当に毎日が青春なので、日々青春ですね。本当に皆さんと青春できてます。ありがとう。明日も駆け抜けていこうね。中野に引っ越すんですか、やっぱり
中野さんだからなんか中野に住んでる人って中野いいよって言ってきませんかなんかすごい言われる。わかる、私も自分の住んでる土地いいよって言った感じですね。あ、もう終わりだって。あ、ちょっとなんかどっかで読める隙ないかな。皆さんありがとうございました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組の投稿ページから送ることができますので、私に伝えたいこと、どんなことでもいいので送ってください。お待ちしてます。河野日和のテレ隠し、続いてはこちらのコーナーです。壁になりてーてー。こちらのコーナーでは街中で見つけた他人たちの尊い一幕を募集、次の人生でそれをただ見守るだけの壁になれるように壁スキルを高めていくコーナーです。それではお便りを読んでいきましょう。なりてー、なんか閉じ込めちゃうタイプとかの壁になりたいですね。なんか丸々しないと出れないよみたいな。ペンネームリキネオさんからいただきました。ありがとうございます。河野さん、チェカバコチェカバコ。通勤の時、パリッとスーツを着こなした真面目そうなおじさんのカバンに何か黄色いものがついているのに気がつきました。よく見るとそれは小さな鳥のぬいぐるみでした。この人、自宅では鳥を溺愛してるのかな、とか妻からプレゼントされたお揃いのぬいぐるみを恥ずかしいと言いながらつけているのかな、と勝手に妄想しておじさんに可愛さを感じました。てーてー。なんかさっき赤ちゃんはなんか赤ちゃんってだけで可愛くてズルだよみたいな紹介したじゃないですか。なんかおじさんもなんかこう、例えばなんかちょっとまあ女子大生とかがね、なんかこう鳥のぬいぐるみとかつけてても、なんか鳥のぬいぐるみを女子がつけてるってなるの、なんかおじさんがつけたら急になんかきらめき立つじゃないですか。それもなんかズルだと思うよ。可愛いじゃん、そういうのだっていいじゃん。なんかギャップがさ、容易に生まれちゃうじゃん。いいな、おじさんか。なんでなんかあんなになんかちょっと柔和そうなおじさんは可愛く見えるんですかね。私もなんかおじさんになるときあったらそういうおじさんになりたいな。なんかお茶目なおじさんになりたいあのちょっと高田純次さんみたいな、ちょっとこうね、お茶目なおじさんになりたいので、なっていこうと思いますそういう、しかもそういうまとめをするタイプのコーナーじゃない。てーてーですね、これは。とてもてーてー。いいなぁ、おじさんばっかりずるいよ、てーてくて。ありがとうございます。続いて、ペンネーム牛子丸さんからいただきました。ありがとうございます。これはバイト中の話です。お使いに来た子供にお砂糖ありますか、と聞かれたので案内しました。そして少し重いけど大丈夫、と聞くと満面の笑みで大丈夫です、ありがとうございます、と返って答えが返ってきました。てーてー、びくり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 。かわいいな。この間鈴本明穂ちゃんの前でやってた、私の地元のちっちゃい頃真似やっていいですか。だってなんかおせんべいとか食べるじゃないですか。うめー、おせんべいマジでー、ひーちゃんスーパー行くの、俺も行け。かわいくないですか。こう、私の地元のちっちゃい子、こういう喋り方する。ちっちゃい子の喋り方って何なんだ、定点ですかね。なんかよくツイッターとかで、なんかこう、育児アカウントとかの、なんか漫画の育児ツイートみたいなのが回ってきたりすると、なんか子供の言い間違いを直したくないみたいな、なんか今だけこの言い間違い宝物にしたいみたいな、出てくると、いや、わかるみたいな。なんであんなちっちゃい子可愛いんだろうな、喋り方って思いますね。そっか、本当にいるのかな、大丈夫でしゅとかいう子。なんか私にそう言わせたかったとかあれじゃないか、ちょっと知識過剰すぎか。いいね、壁に、なんか撫でるタイプの壁になりたいね。あ、よし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 、やむね。なんか逆ローマの壁みたいなないのかな。なんかローマのほら、なんかやつこう入れたらなんかこう持ってかれるみたいな、逆にこうこっちから出しに行くみたいな逆転の発想みたいな、あったらいいんですけど、妖怪じゃないですよ、本当に。ありがとうございます。続いてペンネームハリーさんからいただきました。ありがとうございます。コールさん、チャコポコです。チャコポコです。最近引っ越しをしたのですが、あ、なんか引っ越しした人いっぱいいる春だからかな、引っ越しをしたのですが、近所に犬を2匹飼っているお宅があります。時間が合うと外のドッグラン的なところに出されていて、徒歩で出かけるときに少し離れたところから見てるとじゃれ合っていたり可愛いのですが、近くまで行くとこちらに気づいて柵の方まで来て尻尾をブンブンしてくれます。暇なら一日中観察していたいなと思うほどてーてーです。なんか本当に
世の中難しいことっていっぱいあるじゃないですか。私はその中の一つに犬との距離感って本当に難しいと思う。なんか犬と距離感遠めの人間でありたい。どういうことかっていうと、やっぱ犬を見ると散歩してる犬とかを帰り道見るじゃないですか。そしたらなんかこう自分歩いててわーみたいな感じでこう目で追っちゃう。でもなんかそうじゃなくありたい。だっておもおもろくないじゃないですか、そんな犬との距離の測り方する人って。確かにみんなそうだけど、私なんかなんかこう犬をなんかなんて言うんですか、なんて言ったらいいんだろう、なんかあー犬がいるなーみたいなぐらいの人間でありたいんですよね。なんか犬が散歩をされていたみたいな、なんかこう犬はなんかこう嬉しそうだったみたいな、なんかこうそういう随筆文みたいな距離感でありたいんですよ、犬と。なんかこう、あ、うまく言えないんですけど、なんかそういう犬との距離感の測り方の人がいたら教えてください。なんかあくまで俺は犬とちょっとなんか2席分ぐらい空けてるよみたいな人いたらちょっと文章で書いて送ってください。そういう感じでした。 ありがとうございます。ててーな、あったかな、なんか最近ててーってこと。あってさっき話したんですけど、マネージャーさんにダメって言われました。その話は事務所 NG だったのでちょっとオクラに入れておきたいと思います。はい、今回は以上です。今回もたくさんのててーをありがとうございました。なんかいいんですよ、あの怪文書みたいなの送ってくれた。ちょっとあんま長いとこうなんか紹介しにくいんですけど、サクッとまとまる怪文書だったら全然紹介したいと思います。以上、壁になりてーてーでした。夕焼けの一部を家に持ち帰った。河野日和の照れ隠し。続いてはこちら、日踊り。ピョ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 。このコーナーは私から出題したテーマに沿って皆さんにお写真を送っていただくコーナーです。今回のお題はこちらでした。お腹すいたー。春は獣。それでは早速寄せられた写真を見ていきましょう。よし。ありがとうございます。早くください。ありがとうございます。ペンネーム、椎名白楽さんからいただきました。ありがとうございます。河野さん、チャカポコ、チャカポコ。お腹が空きました。河野さんも空いてます?先日、ジンギスカンをやった時に、お肉が焼けるのを今か今かと待ちわびているご飯の写真を撮ったのでお送りします。ご飯の写真ってスマホで撮ってしまうことが多いので、こうやってカメラを使って撮った写真が少ないんですよね。すごい、わざわざカメラで撮ったんだ。じゃあ皆さんにも写真どうぞ。おお、うまこれ、新潟県のポスターじゃん。こういうやつすげーな。あくまで主役は米みたいな、なんか感じを感じる。ジンギスカンチナ食べたことないんですよね。だから後ろでぼかされてるジンギスカンのなんかよくわからない、何をしているんだろう、今どの瞬間なんだろう、ジンギスカンの何合目ぐらいの景色なんだろう、わからないけれども、ぼかされてしまってるから。すごい、やっぱカメラで撮ると違うんだ。だってなんか後ろのジンギスカンがイルミネーションみたいに見えますもん。すごいな、米が、お米がね。なんかよく食レポとかでお米のなんか粒が立っていて美味しいみたいなこと言うけど、それってどういうことなんだろうっていつも思う。粒立ってないお米なんてあるのかな。全部立ってると思うんだけど、違いますか？やっぱ違うんですか？ちょっとなんか食レポしてる人が知り合いにいたら、その辺ちょっと詳しく聞いていきたいね。なんか突っ込んで聞きたいと思います。ありがとうございます。続いて、ペンネーム、リキネオさんからいただきました。コールさん、チャカポコー、チャカポコー。先日、誕生日だったので、美味しいものをお腹いっぱい食べることにしました。揚げ物は正義。お写真をどうぞ。わーお。これはあれじゃないですか、なんか、とんかつチェーン店のやつじゃね。私も食べたことありますよ。いいなー、エビフライと。こないだ許せなくて、なんかハンバーグ屋さんに行ったんですよ。で、なんか今日はちょっと頑張ったからハンバーグにエビフライもつけちゃうって思って、追加でエビフライもお願いしますって言って、どうぞ食べなさいって言ってバンって届けられたエビフライにエビの頭がついてたんですよ。どうしてそんなことができるの?と思って、なんかね、うまく食べれなかった。なんかシラスとかもなんか実はちょっと味は好きなんですけど食べるのが苦手で、なんかはーって目が合っちゃう、命とって思うんですよね。だからこのエビフライはとってもいいエビフライだね。だって頭がついてないから。ありがとうございます。なんで大根おろしもついてるんだろう。お配りセットだね。
すごいね、ありがとうございます。続いて、ああこれか、ペンネームペッペッペイさんからいただきました、ありがとうございます。写真をどうぞ。よりお腹すいたん？ちょうどよかった。こないだ買ってきてほしいって言ってたハーゲンダッツ、何味がいいかわからんくて、とりあえず3つ買っといたから、冷凍庫から好きなの適当に食べてええよ。ありがとうありがとう。あ、すごい、3つも並べてくれて、しかもなんかちょっとなんかおしゃれに写真撮るんだ、ありがとう。まあこの中だったらそうだな、クッキー&クリームとかかな。え、皆さんってお風呂でアイス食べたことありますか？私はある。あ、ない、ない派の人もいます？ない派の人もいるのかな。そういうのはやっぱしちゃいけないって、なんかそう本来はね、お行儀とっても悪いんですけど。そうなんだね、いいメールですよね。これってはさ、ひより、お腹空いたん？ちょうどよかった。この間買ってきてほしいって言ってたハーゲンダッツ、何味がいいかわからなくて、とりあえず3つ買っといたから、冷凍庫から好きなの適当に食べていいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。続いて、ペンネームアンテナさんからいただきました。ありがとうございます。去年、日帰りで博多にあるマリンワールド過去水族館に行ってきたのですが、到着後何も食べずに来たのもあり、水槽にいるイカを見て無性にお腹が空きました。ちなみに5月のライブで福岡県に来られると思いますが、もつ鍋、ラーメン、うどんなどいろいろうまいものがありますが、イカ刺し含む魚も美味しいので、ぜひお写真どうぞ。すごい綺麗な目をしてると思わない？このイカってばさ、すごく綺麗。特に上から 1,2,3,4,5 個目なんてさ、もうなんか上京したての若者みたいなさ、綺麗な目をしてるよ。キラキラだね。なんかすごいな、ミーティーみたいだね。綺麗な目でね、すごい。いや可愛いですねって言ってさ、ちょっとね、興味深いですっつって。イカってこんな、なんでイカってこんなに綺麗な目してるんだろう。受験とかないからかなだからこんなに綺麗な目をしてるのかな、イカは。すごいな、いいな、イカみたいになろう、イカのこと見習おうと。イカみたいに綺麗な目をして、ちょっと目薬多めにさして生きていきます。ありがとうございます。ダメだよ、食べちゃ、水族館のイカはダメです。ありがとうございます。あ、続いて、うん、これも可愛いんだよな。ペンネーム犬のヨーゼフさんからいただきました、ありがとうございます。こちらは広島県にある大久野島、通称うさぎとうさぎ島を訪れた際に撮影した写真です。うさぎ島はその名の通り、島の至る所にうさぎが生活しており、餌を持って歩いているとお腹を空かせたうさぎたちが退去して押し寄せてきて、モフモフし放題という、動物好きにはたまらない癒しスポットです。この写真は腹ペコうさぎたちのまったりお食事タイムにこっそりお邪魔させてもらった一枚です。写真をどうぞ。かわいい。うさぎか、小学生以来見てない、触れてないだな。うさぎ飼ってる知り合い結構多いから、うさぎの話は聞くのですが、うさぎって嫉妬深いらしいのでしょ。そうなんだな。うさぎのどの辺をモフモフする？え、ちょっと待って、っていうかなんかお腹空いたっていうテーマでここの写真でいいの？ひんなひんなってこと？ちたたぶってこと？ちょっと、あ、違くて、腹ペコウサギたちのまたりお食事タイムに、あ、そっかそっか、お腹空いたってウサギが言ってるってことねびっくりしちゃった。ちょっとあんまり動物番組とかそんな見ないから、動物にアテレコするっていう概念があんまりなかった。お腹空いたよ、もうお兄ちゃんばかり食べすぎて、私にもちょうだいみたいなのありますよね、動物番組で。すごい、あれを考える人になりたい。あの、なんかアフレコの文言を。すごいな、このなんか、この一番こっちの端っこの右の方の子、良くないですか？とっても可愛い。どこを見てるんだろうね。ありますよね、なんかあの、なんか長谷園のさ、お茶漬けの昔の CM とかでさ、こうカッ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 ってあとふーみたいな顔してる書き込んだ後の顔してる。ありがとうございました。わ、ということで、皆さんたくさんの投稿ありがとうございます。最後に私が撮ってきた写真をご覧ください。どうぞ。これですね、通りもんですね。何かというと、こうピリカラコちゃんの波動を感じました。博多明太ピリカラコちゃんってアニメでピリカラコちゃんの役やってたんですけど、通りもんが結構出てきてね、やっぱ通りもん食べると収録していたあの夏のことを思い出すのですが、とても美味しかったです。でも一回も通りもんと一緒にお茶を飲んだことがなくて、なんかね、
一緒にプロテインと一緒に食べちゃったんですけど、この通りもは本当に美味しいので、皆さんよかったら見かけたら食べてみてください。美味しかったということで、このコーナーも終わりにしたいと思います。とっても楽しかった。以上、ひよどりでした。ピョ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 。河野ひよりのテレカクシ。河野ひよりのテレカクシ第6回放送、エンディングの時間となってしまいましたが、皆さんいかがでしたか？ここでこちらをやります。次回予告。次回ですが、なんと今回引かずに、せっかくちょうどまんべんなくコーナーが回っているので、残っているコーナーのひよラボをやりたいと思います。私に作ってほしい何かの依頼メールお待ちしております。例えば何々の名前をつけてくださいとか、こういう時なんかこうどうするのがいいか発明してくださいとか、なんかそういうことですね。大喜利はあんまり気が進まないので、なんかうまいことうまいことうまいことしてください。ということで、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。ふつおた、私へのメッセージ、次回のコーナー以外にも何でもかんでも絶対目を通します。すべての投稿は投稿フォームからお待ちしています。またこの番組にはファンクラブがございます。料金プランによって特典が様々ございますので、詳細はファンクラブページをご確認ください。くしゃみが出そう。そして私からのお知らせですが、ツイッターを見てください。ツイッターから来てくれたみんな、こんにちは。またねー。ちょっとね、キャッチボールだったんだ今のは、っていうことで、今回の放送いかがでしたか？そうですね、やっぱりなんかすごい春を感じてる。春感じてますか皆さん？なんか春感じてますかって言われたら、それは感じてるってなるんだけど、じゃあ具体的にどうなんですかみたいなことを追求されたら、うんって感じ。なんかあったかいし、気持ちがウキウキしてくるしとかみたいなお風呂のお湯張りの設定温度とかちょっと低まったとか、そういうことしかないから、なんかボンよボボンがボンって感じ。本当に本当にもうちょっとなんかさ、もうなんかこうなんか文化的なことを言いたいんですけど、やっぱなんか月を見ながらなんとかみたいな、なんかこうね、教養教養といった感じでした。この後はみやみチャンネルの会員さん限定でもう少しだけ番組が続きます。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手は河野ひよりでした。バイバーイ。河野ひよりのテレ隠し。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。伝説のピオマスターのエンジカウヘイさん、コウさん、神殿さん、せつなさん、ゾックさん、テルマさん、ニッカーさん、ブリザードさん、マッキーさん、ラッテさん、黄金のピオマスターのアンテナさん、イクマさん、犬のヨーゼフさん、ウシコマルさん、エクストリーム穏やかさん、ガッキーさん、キシンさん、サキモリさん、サッキュンさん、シーポンさん、シユさん、シーナップさん、スーちゃん、アットアリスさん、スカイさん、タツくんさん、タナバタさん、タヨルトさん、チョウくんさん、ディスクさん、新潟の農家ピー、カモさん、ノリペイさん、ハタヤさん、V3 さん、フィッシュアイさん、プーキさん、ペッペッペイさん、ユウスケさん、ユカピオさん、ゆずきさん、その他の会員の皆様もご支援ありがとうございます。